どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくて薄いウスレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今日のこのウクレレはですね、今日本に届いたばっか、ベトナムのモジャ君から届いたばっかりのガズモデルの新しいサンプルモデルで、ウスレレのコンサートモデルのガズモデル初使用してまいります。はい、本日のテーマソングはすごいですよ。ドーン、神はサイコロを振らないの夜長歌、お届けしようと思います。こちらの曲はですね、 TikTok を中心にもう若者バンドでもうね、どえらいことになってるかっこいいバンドがあるんですよ。この曲、このちっちゃいウクレレで思いっきり弾いていきましょう。いつものように2バージョン。まず最初は初心者様でもめちゃくちゃ簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをやりたいと思います。この曲皆さん驚く中で入門コード4つで弾けちゃうんです。とったったやつでこの世界観を構築できる、素晴らしいですね。初心者の方でもすぐできるますんで、やっていきましょう。後半はそこにですね、リズムが加わります。このリズムでこう波を作る、押すところと弾くところ、このねドラマ性を作っていくって、これかっこいいんですよね。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったんだよなとか、楽器を昔挑戦したんだけど難しくて挫折しちゃったという方がですね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラム、今も全世界中の方がね、もう何十万人も見てくださって、もうすごく活用されております。と、チャンネル登録者様の方も15万人超えてきて、もうね、もう皆さんもすぐできるのが、まあ、ガズレレのいいところですので、始めていきましょう。このプログラム、もうちょっとしたら、ここにね、リンクを貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にできますからね。YouTube 動画ですから、無料です。皆さん、これから音楽、どんどん聴くからやるに変えていきましょう。じゃあ、ここからです。いってらっしゃい。クリック。そこには今までガズが取りためてきて、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、もうすでに1600曲以上もうアップロードしております。皆さんこれからね、もうどんどん音楽やっていきましょう。さあ早速始めていきましょう。今日のレッスン、神はサイコロを振らないの、夜長歌。まずはゆっくり初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。どうして心と奪われて、でもまだ冷たいあなたを抱き寄せたいよ。金木犀の香りが薄れてくように、明け終わり
せたいよ。金の薬の香りが吸えていくように秋が終わり神はサイコロを振らないの夜長歌ガズレレリングシンプル簡単バージョンやってみました。このバンド名なんですけど、思わずこう何回も言いたくなっちゃうんですね。神はサイコロを振らないね、夜長歌やってます。このやっぱり切ない、ラブソング、別れの歌だと思うんですけど、この不思議なこうふんわり感のあるメロディーもね、なんかこう不思議な浮遊感があってね、なんかこう歌のメロディーをね一回覚えちゃうと本当なんかすす気持ちがいいんですけど、覚えるまでなんかねすごく不思議な感覚なんです。何回も何回も繰り返してメロディーを覚えていくのがいいと思いますということなんですけど、今聞いていただいて分かったと思うんですけども、ガズレオリジナルショートカット練習用版アレンジになっております。フルでやり方、今日ねあのちょっとさっきのね動画のコードを見てもらうと分かるんですけど、もうループというかこう循環コードといってもほとんど同じコードが回ってるだけなんですよね。なのであの聞いてどんどん書き起こしてフルコーラスの楽皆さん作ってみるのもこれ面白いかもしれない。基本的には1番とかこう今やってガズレシンプル簡単バージョンのコード進行と同じですんで、なんかこう雰囲気で自分であの拾ってできちゃうと思います。はい、フルコーラスでやりたい方はぜひそういうのも挑戦してください。でもまずはね今のシンプル簡単バージョン、やってみましょう。今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画と一緒に合わせられるのを最初目標にするといいと思います。とはいえこの曲ですねコードは簡単だけど歌ってみたら分かりますけど、歌のタイミングとかメロディーめちゃくちゃ結構難しいですよ。タイミングとかね、まあ、よく聞いて、何回もやっぱり聞くのがねやっぱ大事だと思うんですけど、まず合わせるのをゴールにしてください。で、簡単バージョンに合わせられた方おめでとうございます。そこでまずファーストステップクリアですね。OK、できたら次のステップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はですね皆さんお一人で音楽を生み出すのをやってもらいたい。要は YouTube 見ずに自分一人だけでこうリズムを生み出してメロディーと音楽を生み出す。これがねいいんですよ。はい。でその時はやっぱ最初のうちは楽譜が必要になると思います。いずれ覚えちゃってね、ほんと大空の下でこう思いっきり全開で歌うと気持ちいいんですけど、まずは楽譜で何回も練習するとかいいと思うんですけど、じゃあ楽譜どうしましょうってこと私ないんですけどってなると思うんですけど、ご安心くださいませ。ですね。今ですね、この曲ね、夜長歌。このガズはですね、このノートを見ながら今演奏したんです。すっごいね、歌詞が多いでしょ。はい。で、これもうちょっとしたらこんな感じでこの画面に映して、皆さんもこうやって書いてみるのいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービスが始まってるんですよ。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、今日の夜長歌を含む、ガズが今までも書いて書きまくってきた、もう手書きのノート楽譜の膨大なストックの中から、皆さんがこの曲やってみたいな、この曲面白そうだなという曲を、毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、YouTube 動画とか合わせて、ね、すぐに練習に入っていけるというそういう画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。
ください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。夜長歌、はい、神はサイコロを振らない、言いたくなっちゃうバンド名ですね。はい、入門コード4つですよ。これはびっくりしましたね。はい、見ていきましょう。ちょっと見てもらうと FG7Am7G7 でしょ。 FG7Am もうずっとしばらくこの途中までこれサビでやっと1個違うコードがここで出てくるって感じですかね。あとはずっとこれがもうぐるぐる回って、これ循環コードとかループとか言いますけどね。なので歌でどんどん展開させていく、そういうね、歌のなんていうかな、重要度が相当高い曲だと思うんですけど、はい、今こうやって映していきます。でね、ちょっと見てもらいたいんですけど、黒い点があるでしょ、これどうして心ごととか、この点でですね、タイミングを測ってますからね。この点を分かってくると結構このノートはすごく活用性があると思います。はい。なんで、これを一時停止してメモっていただくか、あるいは動画、演奏動画のデモ演奏中のテロップを一時停止してメモっていただくか、あるいは先ほど紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜のノートのデータをそのままダウンロードしていただくと、この点とかもすぐそのまま出てるんでね、わかりやすいと思うんで、どっちにしろ楽譜を用意しましょう。はい。で、ここにくるっと囲って伸ばすとかなんかいろいろ書いてあるんですけど、これはね、後半やるかっこいいバージョンでこういろんなリズムが変わっていくんで、そこをちょっとガイドでつけてますということです。ちょっと見づらいかもしれないですけど、まあよく見ると、わかってくれると思います。じゃあ一時停止。はい。ここからどうぞ。A メロ2番まで。はい。で、ここがまあサビ、1回目のサビですね。ここら辺のこのダイナミックな感じとかね、かっこいいですよね。で、サビ行ってからこの間奏がここに入ります。で、本来はここからまた2番が始まるんですけど、今回ちょっとね、ガズレレオリジナルショートカット練習用バージョンということで、ここで3、2回目のね、サビをこう、取り入れていこうということで、ラストのサビですね、ここね。はい。で、ここ、サビやってた。コード進行する方で、やっぱ歌だね。この歌詞のさ、この、すごくいっぱい詰まってる、この伸ばしてるところとか、言葉を伸ばすところとか、ささっと言うところとか、そういうところが結構キーポイントになると思います。はい、そしてここまで行ったらですね、最後、もう一回、なんとこの、A メロの1番繰り返すんですよ。サビ、2回目だったら。ここをね、もう一回やるの、最後に。これが斬新ですね。で、これ終わったら、最後エンディングになります。ここにも書いてあるけど、サビ終わったらこれ A メロ行ったら最後ラストのフレーズ、それがこれですね。はい、ちょっとここちっちゃくて見づらいけども、これもまあさっき繰り返したコードのまあ応用版ということになってます。はい、じゃあ出てくるコード紹介しましょう。見てください、嬉しいな。これは Am と F と G7 と Em7、 この入門コード4つですよ皆さん。これは嬉しい。ちょっとさっと解説しよう、どうせならね。もうどれだけ簡単か。まず Am というコードはここ1個だけです。Am。 ね、すごいでしょ。その次 F っていうのはどこかというと、Am のところにここに1個足したこれでしょ。ね、これ入門コードですからね。で、G7 っていうのは今度はこことここを3つ押さえるだけのこの三角形って言いまして、ね、G7。で、Em7 っていうのはこの G7 押さえたまま、人差し指離すだけなんですよ。つまり、こことここですね。この4つですから、これもウクレレ始めたその日に弾ける曲と言っても過言ではないでしょう。はい。今日はこの入門コード4つなんですけど、皆さん今日いいきっかけだと思いますんで、ちょっとこれ1個だけシェアさせてください。これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何だということなんですけど、これはですね、ウクレレで音楽始めたいなと思う初心者様に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございまして、10個あるんですよ。10個。うわー、10個もあるのかとか思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで、1個ずつ見たらもう簡単なんですよ。簡単。さっきもちょっと やったけどね。でもね、10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになってこんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃね、スイスイ頭に覚えられちゃうね、ものすごいいい動画撮ってますね。今日はそのきっかけとして、ここにそのリンク貼っとくんで、10個のコードも、いずれ遅くから早くからマスターすることになると思うんで、ここで勉強してみてくださいと。はい。今日はでもその中の、10個のコードの中の今日出てくるの4つですからね。あと6個覚えればいいということになります。はい。今日はそういうわけで、まあ、とにかく簡単コード4つで、この、夜長歌できるということで、まずそこは、素晴らしいという。なんですけど、はい、これからまあかっこいいバージョンではそこでリズムが加わるんですけど、かっこいいバージョンの解説をする前に、まあ、いつも言うことなんですけど、この曲もね、歌、これはね、簡単ではないですよ。もう聞いてるとなんかこうふんわり心地がいいんですけど、いざ自分が歌ってみるとこのメロディーラインとタイミングのこの絶妙なところ、
これはですね、もうしっかり聞き込んで、リズムとこの、弾いてるリズムと合わせ、まずは4つ弾きでいいです。だから、4つ弾きに合わせて、しっかりこの歌のタイミングをキャッチして、その雰囲気をまあ高められるように、何回も練習してからかっこいいバージョンに入るのをおすすめします。じゃあ、そういうわけで、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。コード進行はですね、一緒なんです。コード進行。つまり何が違う？弾き方ですね。今日はいろんな弾き方でドラマティックに、こう押すところと弾くところとか、こういう、なんつうか、こうメリハリをつけた、緩急をつけたこう表現をやってみたいと思います。出てくるリズムを紹介しましょう。ドン！アルペジオ、ガズペジオ、16ビートのチャ。この感じでいってみたいと思います。このアルペジオっていうのはこんな感じ、つま弾きですね。ちょっと C だと明るい、ね。Am で。か細い感じで、このガズペジオっていうのはもうちょっとねボリューミーな感じ、ちょっとこうね迫力もした、ピアノのダンドンなどみたいなイメージをちょっとイメージした。で16ビートのチャっていうのはもうこの曲のサビみたいなところでこうダーンと行きたいときに、今日はこれどっしりしたタイプの16ビートのチャ、こんな感じです。でっかいスケールの16ビートのチャ、このね3つのリズムをこう繰り返して、こううまい表現でこうやっていきたいと思います。はい、今映ってる3つの弾き方の解説はここのリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされておりますので、じっくりゆっくり、リズムの勉強して、この曲仕上げていきましょう。で最初はねどれか1個の弾き方でずーっというふうに弾いていって練習していただくのをおすすめです。ガズペジオとかアルペジオで最初から最後まででもすごくね、こう、なんていうかな、雰囲気出ると思いますよ。ちなみにガズペジオとアルペジオは結構簡単にできると思いますけど、16ビートのアルペジオっていうのはまたこれちょっと難しいんですよね。で、アルペジオ、ガズペジオも弾くのは簡単ですけど、この曲歌がね、何回も言いますけど、そういうわけでこうハイレベルなんで、弾くことができたとしても歌と一緒のタイミングに合わせるっていうところまで来ると、なかなかの高難度なんで、しっかり聞き込んでも練習して、パートごと分けて練習していく、そんなのがいいと思います。この16ビートのチャも何回も言うけど、こうファンキーでソウルフルなとかそういう感じじゃないですよ。もっとどっしりダンスとタカツカ、ダンスとタカツカって、このでっかいうねりを出せるような感じでね、この曲のイメージに合うような16ビートのチャ、演奏していきましょう。こんな感じでいろんな弾き方、リズムが変わってはくるんですけど、もう曲としてはすごくシンプルで、サビの前に一瞬止まるみたいな、そのぐらいなんですよね。なんで、このアルペジオの時はすごく優しく弾いて、ガズペジオでちょっとボリュームを上げていって、で、サビの16ビートになったら、ドーンと行くっていう。で、サビの後に感想とかエンディングとかになったらさ、またスッとこうアルペジオでまたすごくボリュームがちっちゃくなる。この音量調整でこの曲のうねりを表現するっていうのをすごい意識しておくといいかもしれません。で、ちなみにですね、今回2回目のサビが終わってまた1番の A に戻るんですけど、そこはサビと同じ感じのダイナミックな16ビートのチャでグイグイ押したまんま、1番の最初のどうして心ごとのところを、まあ、もう一回繰り返して、で最後はアルペジオでこう細く終わっていくっていう感じのストーリーができるといいかなというふうに思います。そしてまあ今の演奏面だったんですけど、やっぱり音楽ってやっぱり中身もすごくやっぱ感情表現なんで、この歌詞の世界観やっぱりこう読み込んで、プロモーションビデオにも歌詞がこう出ててですね、そのムードっていうかすごく伝わると思います。なんかそういう感情もですねたっぷり込めて演奏していきましょう。これじっくり時間かけて取り組んでいった方がいいと思いますね。はい、それではやってみましょう。神はサイコロを振らない、夜長歌ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。 どうして心ごと奪われて、でもまだ冷たいあなたを抱き寄せたいよ。金木犀の香りが薄れてくように、秋が終わり消えてったあなた。
サイコロを振らないの夜長歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり、ね、リズムが入ってくるとなんかダイナミックというかドラマティックというかスケール感ドーンと出せる、このちっちゃいウクレレなのにそういうスケール感をねこう出せるっていうね、いやーなんかそういうなんかこうねストーリー性っていうか、うん、エモーショナルな感じを表現できるね、いいですね。じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これねコンサートサイズまで入るウクレレケースで、これねリュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で開けるとこういう風になってて、こういう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くの防止、あの防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。